おはようございます今日は発声練習の意味についてお話をしていきたいと思います皆さん発声練習ってしてますか発声練習って何のためにするか分かってますか発声練習っていうのは当然適当にやっちゃダメですなんとなーく曲歌う前に「あああああとかってやってるのはただそれは声帯を充血させてるだけに過ぎない声帯っていうのはちょっと充血させた方が声が出るっていうのがありますから それは例えば本番の前とかに声帯を充血させるためにそれをやる。ただそれは発声練習じゃない。練習じゃないですよ。発声をする。声出しをする。声出しをしてから声が出しやすい状態にしてから本番に挑む。これは絶対必要なことですよね。ただそれは練習じゃないですから。ただの声出しに過ぎないわけですよね。で発声練習っていうのはその名の通り練習ですから、これは非常に重要になってきます。曲歌う前に、まあやった方がいいですよね。曲歌う前に普通は やりますよね発声練習っていうのは、まあ、僕よくスポーツに例えますけど例えばサッカーとかだってシュートの練習しますよねパスの練習するしヘディングの練習をしたりだとかいきなりはい試合しようとはならないわけじゃないですかはい試合しようって言ってもシュートの打ち方わかんないし パスの出し方わかんないしトラップできないしっていう風になるわけですよねだからまあそれはそれの練習が必要になるわけですよね歌だって一緒ですよいろんな恩恵が出てきますしいろんな技術が必要になってきます例えば僕のレッスンとかだと、まあ、一応僕が考案した発声練習をやってるわけですよね全部意味のあることをやってますそこから曲につなげていくと例えばうちでもおすすめしてる発声練習とかっていうのを、ね、何回か動画で出したことありますけどスタッカートの練習してくださいと スタッカートの練習してくださいとかって言ったりしてますけどもスタッカートだってそうですよね言ってみればサッカーでいうパスの練習みたいな感じですよねでもうちにいらっしゃる方それやったらもう絶対できないですからスタッカートなんか一番初めから,だから体まだちゃんと使えてないわけですよで体ちゃんと使えるようになってないのに歌に行くから喉こいになるわけじゃないですか だからちゃんと体使えるようにするためにそういうスタッカートの練習だとか丸カートの練習だとか丸カートっていうのは一つ一つの音をはっきりとっていう意味です。えー、丸カートの練習、えー、うちだったら例えばああ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  ファミーフフミミミァァァソーファミーレドーこれレガートじゃないですよ。レガートっていうのは滑らかにですから今のはマルカート一つ一つの音をはっきりとっていうことですよね。丸カートの練習だったり、裏拍の練習だったり、レガートの練習だったり、跳躍の練習だったりっていうのをちゃんとやってるわけです。ビブラートの練習もしますしそういうのを全部発声練習の中に組み込んで それがちゃんとできるようになってから曲に行ったらうまく歌えるわけですよね。まあ曲に行くまでにそれ全部完璧にしましょうって言ってるわけではないんですけども。ただ発声練習ってね非常に重要です。効率がいいんですよ。さっきも言ったようにサッカーだてそうじゃないですか。はいじゃあ試合しようっていうよりも、まずそういう細かいね基礎練習、基礎練習ですよ。をした方がやっぱりうまくなるには効率がいいわけですよね。だから発声練習っていうのをしっかりやってください。今言ったようなレガート、マルカート、

早く音を動かしていく練習、まあ今アジリタっていうほど早くはなかったですけども、まあそういうアジリタの練習だとかそういうのを全部発声練習に組み込んでいって練習をすると、まあ、何でもいいんですよ。別にこうじゃなきゃいけないみたいな発声練習ってないんですけど、自分で考えていただいても全然いいんですけど、ただそういう要素が組み込まれた発声練習、何でもいいんですよ。ただレガートの練習だったら、ああああああ。

えー、要素が組み込まれた発声練習をレッスン通っている方だったら先生のところでそういうのやったりするじゃないですかそういうの必ずやってできるようにした方がいいですレッスン行って先生がそういうことまで考えてやってない先生もたくさんいるのでまあただ何かしらのね要素は組み込まれていると思うのでその発声練習の中にただもっともっとたくさん要素があった方がいいと思います今言ったようなスタッカーとレガーと丸カーと裏拍跳躍えジじリタとかただ全部レガートの練習だけだったら意味ないので2個も3個も やっても全部レガートの練習じゃんみたいなのだったらそんなに効率よくないので多くの要素が組み込まれた発声練習をやるそしてそれをちゃんと意識しながらいつも僕が言ってるような発声のその基本息支え喉を開けるマスケラだとかそういうのを意識しながら全部そういうのをこなしていくと上達するには効率がいいと思います。スタッカートとかだって 別にポップスとかで使うわけではないですけどもただそういうのをできるようにしていくことで体がすごく使えるようになると思うので体がもっと楽器になりますので曲に出てこないからこういうのやらなくていいやじゃなくて技術としてやっぱ覚えておいた方がいいですよ引き出しはたくさん持っといた方がもっと表現の幅が広くなるのであこの発声はまあ使わないからいいやとかあまあこの発声は別にできなくてもいいやとかっていうのが なるべくない方がいいです。なんだってできるっていう状態に作っておいた方がいいので、これはクラシックの基本になりますけど、ぜひそういうのを意識して、発声練習、やっていただければと思います。はい、今日もこの動画が良かったと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。今日もご覧いただきありがとうございました。